こんにちは、萌です。今回はアクリル絵の具で目を描いていきたいと思います。今回使っている絵の具はですね、最近私がよく使っているターナーの U35 というのを使っています。他にもですね、これだけじゃなくてリキテクスとかゴールデンとか、いろんなブランドを使っています。で、左の方にですね、画面の左の方にちょっと目が、違う目が描いてある、一部が見えてるんですが、こっちの肌色と今描いてる肌色、ちょっと違うのが、色味が全体的に違うのが分かると思います。これはですね、私の、コラージュの作品の一つなんですけど、一つ一つね、パーツを分けて描いています。なので、この左の目とですね、今描いている目の周り、これ色がですね、まあ、人が違うので色も違うので、その辺も全く同じにならないようにですね、調整して描いていきます。で、この肌色の作り方、前もこの左側のね、絵を描いている時も、お話ししたんですけど、肌色は自分で作るのをおすすめします。普通に、チューブで売っている色、結構限界まで近い肌色、自分の描く色に近い色、これをですね買って、塗っていくのでもいいんですが、少しずつ人って肌の色違います。こうちょっと左の方のようにちょっと茶色、薄茶色っぽい感じ、黄色っぽい感じの肌の色とか、今描いているところみたいにちょっとこうオレンジっぽい感じとか赤っぽい感じの色とか、いろいろあります。なので、この微妙な違いを出すためにですね、しっかり自分で何色、もうちょっと何色を足せば描きたい色に近づくなとか、そういう練習をしたらいいかなと思います。で、今回はですね、ちょっと大きめの目なので、描き方というか筆の動かし方も分かりやすいかと思うんですけど、この目の瞳の部分ですね、こちらも、人によって色とかね、この柄というか、そういうのも違ってくるので、しっかりと、描きたい人の目の中見て表現していきます。で、この瞳の部分、ここはですね、しっかりとグラデーションをきれいに作らないと、一色でやってしまうとこう平面っぽくなってしまうので、今もですね、ちょっとこの瞳の周りのとこちょっと暗くしたりだとか、まぶたに近いところは少し影になっていて、暗くしてあるとか、そういう感じでですね、この目の、陰影を出していきます。で、この白い部分もですね、こういうハイライトとかもしっかりと入れていきます。で、このまぶたのとことかですね、目頭の部分とか今描いていますが、ここもですね、ちょっと色が変わってきます。少し、今ちょっと焦げ茶に近い感じですが、黄土色っぽい感じよりも今足したようにちょっと赤っぽい色を足すとか、色をですね調整していきます。で、このキャンバス上で出して固まる前に、乾く前に足していって描くっていうパターンもあれば、完全に乾かしてどんどん上から上に、足していくっていうやり方もあります。で、綺麗なグラデーション、こういう肌の色とかですね、そういうのはあんまりに違う色じゃなければ、近い色のグラデーションであればそのまま、キャンバス上でですねやると綺麗にできやすいです。ただそのグラデーションにしたい色の幅が広すぎると、なかなか例えば、白っぽい色から黒っぽい色に、徐々にグラデーションにしていくっていう場合に、間の色がですねある程度ちょっと入っていないと、例えば黒から白に急にグラデーションするってなると、ちょっとね、間がこう急な変化がありすぎるかなと思います。なので、途中の白から黒へだったら、途中のグレーとかですね、そういうのも作っておいてグラデーションすると、楽にね、綺麗なグラデーションができます。で、使っている筆はですね、平筆が多いんですけど、今もね平筆を使ってます。これぐらいの大きさで1センチぐらいの平筆ですかね、を使っています。で、毛の硬さは、
まあ物によるんですけど、今回使っているものは水彩で使うよりも少し固めの筆を使っています。インターロの筆とかですね、私はよく使うんですけど、これは、水彩画に使われるすごく毛の柔らかい筆なんですけど、それよりももうちょっと固めのやつを今回はね使っています。で、毛の短めの固めの、平筆で描くっていう感じですね。結構こう幅の広い面積とかですね、そういう広い場所に描くときは平筆がすごくおすすめです。普通の単色塗りとかですね、まあ、グラデーションもそうなんですけど、そして色を塗りつぶしていくっていう作業が必要な時はですね、なるべく面積が多い筆を使うのがいいです。で、それによって少しずつですね、まあ、自分のそのストローク、筆のストロークが残らないようにしていくっていうことですね。で、もちろんこのスムーズなグラデーションの描き方、これも必要なんですが、例えば筆のストロークを完全に残しながらグラデーションしていくとか、そういう練習方法もねいいかなと思います。自分がどういう形で描くかによるので、自分の、技術、画法をですね、画法をちょっと研究してみるのもいいかなと思います。で、目の周り、この白い部分もですね、毎回私は言ってるんですが、真っ白じゃないです。例えばこの左の目をちらっと見てもらうと分かる通り、少しグレーっぽくなってるのが分かると思います。で、この今描いている方も右の方も、真っ白ではなく少しこう黄土色とかですね、ちょっと茶色、焦げ茶っぽい色を白に混ぜたものを全体的に塗っているって感じです。そうすることで最後にハイライトを足すとき、そこにさらにですね、真っ白のハイライトを足してあげるとピカッとしてですね、こう球体だったら球体に見えやすくなったりとか、ハイライトがねピカッとしてこうリアルに立体的な感じに、見えます。で、そうやって表現することが、できやすいのでですね、真っ白で描くっていうよりもちょっと影を意識してこの、白い目の部分で、ね、描いていくといいかなと思います。で、その周りのですね、はっきりとしたいこのまつげの部分とか、そういうところグラデーションが必要ないところもあるので、それは、しっかりと色を分けてというかね、描くものを分けて表現していくといいと思います。こうやって一本一本まつげも描いていった後に、最後に、こうやってハイライトを足していきます。このハイライトはすごく細いラウンド筆で描きました。で、このほんのちょっと1ミリないぐらいの、白い点々とかですね、そういうのも描くのと描かないのではね本当に大違いです。これ今少しだけ目頭の部分にですね白を足しただけでも雰囲気がぐっとこう立体的になったかなと思います。こんな感じですね。で、これも、1回ではなかなか真っ白にはできないので、乾いたら上に白をもう一度足してっていう感じで、整えていっています。で、こういう細かい部分、ちょっと目尻の部分ですね、のところにも少し、ハイライトを足すとかですね、これも描きたい絵の、まあ、見本となる写真とか見ていったら分かると思うんですが、まあ、それと全く一緒でももちろんいいし、少しこの辺、多めにハイライト入れてみようかなとか、こうするともうちょっとこうキラキラした感じになるなっていうのが分かってくると、自分でですねちょっと追加して本当の写真には写っていないハイライトの部分とか、そういうところをですね考えてできるようになるかなと思います。こんな感じでですねハイライトを入れていきました。ちょっとこれを、右を描いてる時にですね、左の部分が気になってこうやって足してみたりしてます。はい、こんな感じですね。いかがだったでしょうか。皆さんもですね、目を描く時、ハイライトとか、肌の色とかいろいろ気にしてですね描いてもらえたらと思います。ということで、また次の動画で
バイバイ。